どうも、散財系 YouTuber の柳橋優と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回はユニクロ GU ザラのデニムの着回しコーディネートみたいな、そんな感じの企画をさせていただきたい所存です。以上です。ということでスタート。はい、ということでまずはユニクロのスリムストレートハイライズジーンズから着回していきたいと思います。サイズは25、お色はネイビーを選びました。身長162センチの私が履いて、床にもう裾が吸ってしまうぐらい結構長めの着丈となっております。股上はおへそがギリギリ隠れるぐらいで、深すぎないハイウエストっていった感じですかね。まず一つ目のコーディネートは定番の白 T シャツ合わせです。このデニムはボーイッシュな印象が出やすいので、シンプルな白い T シャツを合わせる場合は袖をロールアップしたり、華奢なヒールサンダルを合わせてあげることによって大人っぽく着こなしていただけるかなと思います。で、できればですね、バッグとかもまあなんかこう貴族のちょっといい感じのものをね、ちょっとやっていただくといいかなと思います。はい、このデニムに関しては裾をこんな感じで幅広めのロールアップにしてあげるのが個人的には可愛いかなと思っております。T シャツは厚手の生地の無骨なものだとカジュアルな印象になりすぎてしまいますので、薄手のちょっと落ち感があるようなものを選んであげるといいかなと思います。続きまして、きれいめコーディネートです。赤とインディゴブルーは相性がいいお色ですので、おすすめの組み合わせとなっております。色物を合わせるときにコットンや T シャツだとカジュアルになりすぎてしまいますので、形の綺麗なハイゲージニットなどを選んでいただくとバランスよく着こなしていただけるかなと思います。このバッグは去年のものになっております。なのでなんかまあ小ぶりのいい感じのものを探していただければと思います。で、ごめんなさい、このニットもですね、展示会のサンプルセールでつけたものでちょっと詳細わかんないんですけど、まあ、あのハイゲージのね、いい感じのニットを着ていただければと思います。ユニクロデニム最後はボーダー合わせでカジュアルなんだけど、なんかこうちょっとおしゃれに見えるよみたいなコーディネートにさせていただきました。これならですね、こう子供と公園とかに行けちゃうよ、でもあ、なんかお母さんおしゃれだねみたいな、そんなニュアンスです。はい、トップスはですね、これは去年のアメリカンホリックですね。で、バッグに関してはついこの前ユニクロで購入したものでございます。で、ボーダーを合わせる時なんですが、ノースリーブを合わせるのがカジュアルになりすぎないポイントです。で、お靴もですね、ここでスニーカー合わせちゃうとザ・カジュアになるので、ローファーぐらいがちょうどいいバランスになるかなと思います。続きましては GU のハイウエストマムジーンズを着回していきたいと思います。サイズは S サイズ、お色はナチュラルです。身長162センチの私が履いて、くるぶしがギリギリ隠れるか隠れないかぐらいの丈感となっております。股上はおへそがすっぽり隠れるぐらいのハイウエストとなっております。はい、ということでまず一つ目はオールホワイトコーディネートです。ちなみにこのホワイトデニムに関してはワントーンもしくはモノトーンのコーディネートがおすすめとなっております。ということで、こんな感じで真っ白にしちゃったよっていうことですね。あ、どっか行きます。はい、戻ってきました。はい、こんな感じでジャケットを合わせてもかっこよく着ていただけるようなコーディネートに仕上げました。オールホワイトというだけで高見え度がかなりアップするかなと思います。定番アイテムタンクトップも今年はアメスリにすることによっておしゃれ度がアップします。ホワイトデニム2つ目のコーディネートはみんな大好きボーダーの登場でございます。ここでも白多めのモノトーンにすることによってカジュアルになりすぎない大人なマリンスタイルを演出してくれるかなと思います。マリンスタイルっていう言葉が使いたかっただけです、いません。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お靴はバレーシューズにすることで女性らしい印象をプラスしてくれます。洗練された印象が欲しい場合は細めのピッチのボーダーがおすすめです。続きましてはスニーカー合わせのカジュアルコーデです。通常であればとってもカジュアルになってしまいがちな T シャツ、デニム、スニーカーという魔の3大合わせなんですが、こんな感じでホワイトデニム×ベージュトーンにすることによってぐっと大人っぽい印象にすることができます。またこのデニムが真っ白ではなくてアイボリーがかったオフホワイト系のお色ですので、ベージュとの相性もとても良くなっております。
お靴は定番のコンバースです。特に何も言うべきことはないです。 T シャツは少し前にザラでセールで購入したものですね。はい。でバッグは毎度おなじみザラのバッグです。はい、以上です。ラストはきれいめモノトーンコーディネートです。ボトムが黒でトップスが白のモノトーンコーデは皆さんよくするかなと思うんですけども、ボトムを白にするだけでおしゃれ度がアップしますので、シンプルなモノトーンコーデ飽きたなという方はぜひボトムを白にしてみてください。肩にかけてるカーディガンとトップスはユニクロですね。もちろんカーディガンでは頭を守ることも可能でございます。最後はザラのワイドレッグフルレングスデニムパンツ、サイズが34、お色がネイビーブルーです。でこちらはもともと丈がすごい長かったので、股下77センチに合わせてカットをしております。で77センチだとヒールを履かないと擦ってしまうような丈感となっております。股上はおへそがしっかり隠れるぐらいのハイウエストになっております。余談ですが、このデニムは全然伸びないので、少しでも太ると本当に履けなくなっちゃって、なんか着るときにね事故を起こしてしまうのでご注意ください。まず一つ目はシャツ合わせのきれいめコーディネートです。白ではなくネイビーを合わせることによって、よりおしゃれで洗練された印象になるかなと思います。ちなみにこの設定はですね、青山あたりでポルシェを乗り回してるすごいイケてる女子をイメージしております。多分シャツは普通に着てしまうといい子ちゃんになりすぎてしまいますので、ボタンを多めに開けて襟を抜いて肌の露出面積を増やしてあげることでこなれ感が出るかなと思います。続きまして T シャツ合わせのカジュアルコーディネートです。ブルーデニムに白い T シャツだと英作感が強く出てしまいますので、黒やチャコールグレーなどの濃いめのお色を持ってくるのがおすすめです。足元はスニーカーだと重くなりすぎてしまいますので、ラフに B3 で仕上げてあげるのが抜け感を作るポイントです。 B3 もラバーのものじゃなくてレザーのものを選んであげた方がより大人っぽい印象になるかなと思います。ラストはイーミーホと食べ歩きデートをするときにしたいコーディネートです。ちなみにソンジュンギとはカフェでお茶をするので、もうちょっときれいめなコーディネートなんですけど、イーミーホとの食べ歩きデートはこんな感じで、ちょっとカジュアルなんだけどちょっと可愛いみたいな、そんな感じのスタイルにしてみました。あ、なんか照れてるなんか喜んだのかな、うんみたいな顔してますね。本当にうざい顔です。あ、喜んでますね。楽しそうですね。あ、手つないだ。あ、妄想の中ではありますが、イーミーホとのデートを満喫できたので、私は明日も頑張って生きていける気がします。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。